学芸員あるある。あちらの方は学芸員ではなくアルバイトの方です。学芸員は展示室にいる隅っこで椅子に座っている人と思われるが、実は違う。よし、こんなところでいいかな。自分が関わっていない展覧会に行くと、アンケートに感想と改善点をびっしり書きがち。おっと、今日は湿度が高いな。館内の温度湿度に敏感。こちらの作品は現代アーティスト武装氏の作品、裸になります。子供や大学生がコンスタントに来館する場所の学芸員は総じてコミュ力が高い。人が愛し合う理由とは、愛とは一体何なんだろう。展示で哲学的なものを扱うため、常日頃愛などの抽象的事象を深く考えがち。ソーシャルワーカーあるある。雑用、事務、介助、あー忙しや。施設では何でもや状態。お得な制度とかは活用しないともったいないよ。仕事上活用する制度やサービスは自分の日常生活でも役に立つ。病気もするし足腰弱いし、一人暮らしは大変でのう。そうですよね。一体どうしたらいいのかな。あ、難しいな。人の悩みを聞きすぎて自分が悩み出す。うわ、全然掃除してないね。訪問先でゴミ屋敷に遭遇しがち。よし、履き替えようっと。訪問先がゴミ屋敷の場合があるため、靴下の替えを日頃から用意している。